去年、着任した杉本です。これは研究室のメンバーで、一番右端にそれぞれの学部のときの専門が書いてあります。物理や化学や電子工学や材料工学など様々です。です。これ、どうしてこういう研究室に成り立つかというと、我々が原子の研究を行っているからです。どのような分野でもサイズを突き詰めると原子に行き着きます。それではどうやって原子を研究するのか。我々は原子管理顕微鏡というのを使います。 これ原理は簡単でして鋭い針を見たいものの表面に近づけますそうすると針先端の1個の原子があの表,表面の1個の原子と相互作用して力,力が働きますでこの力を板バネのたわみで検出するというものですでこの顕微鏡を使いますとまあ、様々なあの材料を原子スケールで、えー、観察することができますで見るだけではなくて計測することもできます 例えば表面の一個一個の原子の化学結合力を測定したりすることができます。ここに現れているグラフは表面のシリコンと鈴の上で測定した化学結合力のカーブで見るとシリコンの上の方が鈴の上よりも引力が強いということが分かります。こういうことを測りますと元素の識別ができます。一番右端にあるように例えば三元素が混ざった表面。 をまあ明確に識別するといったこともできます。まあ、今ではまあより多くの元素に対して識別できるように研究を続けています。さらにこの顕微鏡を使いますと、原子を操作することもできます。あの表面にある原子を針でまあ動かしてやって、二次元的なパターンやま3次元の構造物を作ることができます。で、この作ったものに対して、あの評価などを行うと。 あの、面白いまぶせをま示すということはま分かってきまして。ま、今では原子一つ一つからナノデバイスを作るといった段階にあります。まあ、こういうふうにま研究が面白い段階にありますので、もし興味持たれたらあのホームページとか見ていただけると幸いです。